今週も土曜日4時10分がやってまいりました。あなたの日々のイライラをすっきりリラックスしてしまう20分間。それでは行きましょう。魂のリラックス、略してたまりなインハワイ。はい、もうなんだかんだ日にちが経ちまして、もうハワイも6日目に、もう最後の夜ですよ、ラストナイト、最後の夜、最後の夜、何ですか、それ15の夜です、何今分からんかった、ごめん、盗んだバイクで走ってる、盗んだバイクで走ってるね、窓ガラス割ったりとかするやつ、そう、窓ガラス割れて、でもういよいよ最終夜、最終です、そう、最後の夜なんですよ。で毎日毎日ですね、このハワイ旅行は本当にいろんなことが起こりまして、はい、何日か前ですね、あのアクセサリー屋さんが来ていただいて、もうそれ以降ゲストは来ないんではないかと思いきや、思ってたら今日もですね、私と大村先生の、大村先生の大村さんの間に、なんとまたゲストがお二方来ていただいております、ちょっと肩書き後でみんなで相談したいと思います、とりあえず、私のすぐお隣、ヒロさん、そして大村さんの横に、ともみさんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、一体誰なのかというところからちょっと行くわけなんですけども、私たちはいつもこう朝起きて、いろんなところにこう移動するときにですね、車を使わせてもらってるわけです。そうですね。それの、まあ今日は単純にも運転手さんと、ナビゲートしていただいた2人です。これ、ヒロさん、なんて言うんでしょうね、これ、皆さんに。日本の皆さんに分かりやすく説明をすると、まあ簡単に言えば、ツアー会社、ツアー会社でハワイに来た方たちのいろいろ案内をするって、そうですね、旅のコーディネートみたいなこともしたりします。そうなんですよね。でそれはもうお二人はこうご夫婦ということでよろしいですか。いや一応今のは職業だけど、そこスムーズに言っていただかないと私も、そうですね、ややこしくなりますね。変なことになるややこしくなる前兆でもあるんですか。ちょっと番組置いといて、ちょっと聞きますよ。いや、そうね。それは置いといて。それは置いておきます。これ超夫婦です。そうですよね。だめだめ、鎌倉友達いるから聞かれたらいけないですから。最悪放送まで頑張ってもらっていいですか。そうそう。わかりました。これたまに芸能人の方でもね、収録したやつが何か不祥事でお蔵入りとかが一番困っちゃう。困っちゃいますからね。今が例えばもうギクシャクしてても一ヶ月間ぐらいはちょっと我慢していただいて。頑張ります。1ヶ月、そうなんです。はい、で今日は人数がも多かったので2台に分かれて、私はともみさんの運転する車で、で小村さんはヒロさんの方で、そうなんです。おのおの何をお話したか分かんないんですけど、分かんないですね、これもね。まあでもね、大村さん今回の旅で、あの大村さんのそのまあグループというんですかね、チームの中で大村さんがね、いろんな方を、まあ、言ったら何て言うんでしょう、何かを下ろしてくるというか、何かつながるという、はいはいはい、でいろんなあだ名を皆さんにつけて回ってね、でいよいよ今日ともみさんにもつきましたよね。ともみさん、あ、つきましたね。つきましたよ。大村さんはですね、ちなみに、一緒に、ね、ツアーで回ってる方たちに、例えば、波が来るのを待っているペンギンと名付けた方も、波待ちのペンギンとつけた人もいましたよね。それから、大きなハスの花を、雨が、ハスの葉っぱ、葉っぱを、花が、あ、じゃ傘代わりにしてる殿様、殿様がやるをつけた人もいました。で、こういう方はただのババアってついた人いたんですよね。あと三遊亭ペレットとかね。あと何ですか、コロポックル、コロポックル、コロポックルはひょっこりコロポックル、ひょっこりコロポックルっていうね、もう皆さん聞いててもよく分かんないと思うんですけど、あとね、時代錯誤のカッパ、そうですね、出てくる時代を間違えたカッパ、まあ、これはあくまで大村さんの、まあ、なんとなくのこうね、そうそう、イマジネーションですね、イマジネーションで、取ってきたものなんですけれども、ともみさんに先ほどつけましたよね、ともみさんそれ何て言われたんでしたっけ。焦げ目のついたソフトクリームですね。でもなんか今まで並べたのから聞くと、いいやつですよね、どっちかも。いやいや、みんないいやつ。ただのババアもね、ちゃんと聞いたらいい話なんですけど、でも第一声それ言われると、
ありがとうございますとは言わな思えないじゃないですか。そうですね、でもなんかアイスクリームなので、たとえ焦げ目がついても所詮、みんなが嫌がるものじゃないですか。そうですよね。で焦げ目も言ったらフレンチとかでね食材並べてきた時にふわっと焼いたりするじゃないですか。あれだからあれ人を手加わってるっていうの、人手間ね、人手間加わってるっていう、そういう意味合いもあるわけですね。あ、ただ黒いっていうだけじゃなくて、ただ黒いじゃなくて、ただ確かにね、友達さん焼けてるんですよ。焼けてるっていうのもあるんですけどね。ハワイ在住何年になるんですか？23年ですよ。それはもう焦げますよね。焦げない方がおかしいですよね。そうです、そうです。はい、でそのソフトクリーム、焦げ目のついたソフトクリームというのは簡単に言うとどういう意味なんですか？それは、まあ焦げてはるなと、まず見た目はね、よく焼けてるなと、ハワイ的だなと、ということと、はい、あとはこのそのスイーティーな感じがするんです。なるほど、甘い感じがして、甘い感じがして、その、ハワイの甘さっていうのがなんかあるじゃないですか。あのマカデミアナッツの甘さっていうんですか、そういった香りを漂わせてくれながら、あのガイディングをしてくれるというね。そうですよ、本当にね、運転しながらずっといろんなお話をね、言ってくれるわけですよ。でも、いや、面白かったんで、ずっとお話ししていただいて、もう全部大間さんの話ですよね。そんなことないでしょ。いやいや、ハワイの話して、ハワイの話していただきながら、大間さんの話に戻るみたいな感じで、面白かった。基本的には悪口でしたね。悪口言ってる発信源そっちでしょ。違います、それは。やめて、僕たちの関係は、3人の、ね、関係は、一応ね、ビジネスパートナーなんですよ。そうですね、小川さんはクラブワールド、旅行会社の社長。だから、どういうことかっていうと、ハワイ島に旅行に行きたいなっていう方がいらっしゃったら、はい、あ、いいですよ、ハワイ島いいですよ、どこ行ったらいいですか、こういうとこ行ったらいいんですか、それどうやったらいいんですか、どうやって行けばいいんですか、はいはいはい、ちゃんといますがな。信頼できる方が、そうですよね、いうことで、日本の旅行会社からハワイ島の旅行会社のお二人に頼んで、それでお客さんのお世話をしていただけるっていう、これ歴史としてビジネスパートナーなんですよ。いや、それはすごい分かるんですけど、うん、それでヒロさんのあだ名は何につけましたかって。ヒロさんのあだ名ですか？わんこそばを提供するアザラシ。それビジネスパートナーにやってくれよ。森がいいんです、またヒロさんが。あの皆さんね、これ一応ね、鎌倉 FM はラジオですから、音声だけの方は本当に想像だけになると思うんですけど、同時に皆さんね、ご存知の YouTube を、そちらを見ていただくと、わんこそばをね、お振る舞うアザラシはね、ものすごいいいとこ行ってるんですよね。確かに。なんかそれっぽいでしょ。アザラシ感ありますよ。アザラシ感あるんですよ。笑いながらいいのもらったと思う。いやいや、本当ですね。アザラシ感本当ありますよね。それでやっぱりね、これね、はいはい、この感じでね、次々にこうネタをね、披露されるんですよね。やっぱり運転しながら、はい、こういろんなことを教えてくれるんですよ。そのネタを披露するから。ワンコそば感があるわけですよ。それいい意味ですよね。だからいい意味です。だから止めてって言われへん限りはずっと来るわけですよ。情報だからどんどんそういう意味か。止めてって、ね、でも別に止めない、止めない、あえて止めない方が面白いからね。だから今の職業がやっぱり合ってるんですよね。お客様にどんどんそばを提供していく、もうお腹いっぱいまでなるまで提供してくれるっていう。こっちで奥さんの方はお腹いっぱいになるまで甘い情報をくれるというね。じゃあ主食とデザートと、デザートちゃんとご夫婦で、そうです、バランス取れるんですよ。まとめます。いや、ほんまに結果的にそういうことですよね。そういうことですよ。お二人でいる意味がちゃんとある。しかもさっき友美さんにお話を伺ったら、お付き合いしてる時に友美さんはこのね、ヒロさんのことがどう見えてたか、したっけ、何ですか、ラッコです。でしょでしょ、あの仲間ですよね。そうですね。大きく言ったら短い手を動かしてるイメージなんですよ。あ、やっぱり、足が長いので手が、いやラッコとか足もなかったような気がします。ありますよ、ラッコはないですよ。ちょっとちっちゃいのがね。ありますあります。やっぱりそうですよね。そうなんですよ、なんか知らないけどね、ラッコのイメージ、ラッコ感ありますよね。ラッコアザラシ、ラッコ、あの仲間、あの仲間です、ね、だからここはね、本当に磯波さんね、別に打ち合わせしてないんですよね。してないです。本当に小村さんが言ったところに対して、磯波さんがそういえば付き合ってる時そうだったわけ。ヒロさんはそのお付き合いしてる時に、なんかアイスクリーム系に見えたことあります？ここはないです、ないんですね。どちらかというとおまんじゅう系です、ね、おまんじゅう系、今より20キロ近く取ってたんですよ。あ、え、
あ、20キロもないか、まあ、10キロは太ってます。じゃあでも甘いっていうところは共通ですよね。そうですね、デザート系ですよね。それでおまんじゅうが痩せたら長細いソフトクリームになった、しかも焦げたっていう。いや焦げたのはもうここに来たらしょうがないですよね、23年いたら。でもね、本当にね、そんなことをまあ言いながらですよ、今日は大村さん、どこに行ったか覚えてますか？覚えてますよ。最初初めは海に行って、あ、初めはコーヒー屋さんに行って、コーヒー屋さんに行って、それから海行って、山行って、スーパー行って、お店行って、スーパー行って帰ってきた。そうですね、なんかすごい大事なところが結構抜けてる感じがしますけど、私は今日行った中でね、一番良かったのは、あの火山、何でしょう、お名前キラウエア火山ね、キラウエア火山で、そこは去年の何月でしたっけ、あれが5月ですね。去年の5月に、まあ噴火というより噴火ですよ。噴火ですか。あそこはまあ噴火はしてないんですけど、ね、はいはい、で見たところはね、はい、でもまあ火口が動いたんですね。まあそうですよね、はい、でそこで、まあ、今はその噴火口はもう落ち着いてて、うんうん、そこはまあバーンとなってないですけど、うんうん、そこが上から見れて、うんうん、でその後にね、この蒸気がブワッと、うんうん、卵焼けそうなやつ、卵煮れそうなやつね、温泉卵ね、温泉卵ね、じゃああそこすごいじゃないですか。ちょっと説明をすると、だからあれはどういう蒸気なんですか、その現象としては。まず、あれはですね、下のマグマだまりからの熱で雨とかの水分が、はいはいはい、気化して水蒸気になってば、うん、とは、うん、とかもうスチームベント、そうですよね、はい、もろその言ったら地球の、うん、もうエネルギーのところからブワッと上がってきてる、うん、呼吸ですよね。でそこはまあ、その囲われていて、すぐ横にこう立つことができるんですけど、下からその蒸気をもろに浴びると、ものすごい熱いんですよね、やっぱり。熱い、結構熱いね。結構熱い、それでもう水蒸気ですから、そこにずっといると結構びちょびちょになってくるっていう。目の前が見えなくなりますね。それ小村さん、メガネですよね。メガネ曇って、メガネ曇っちゃう、すっかり食い物なしみたいなね、鍋のあの世界ですよね。そうですね、あれ別名なんかかっこいいこと言ってましたよね、あれ。ベレの吐息っていうふうに地元の人は言いますね。吐息よりももっと荒いね。そうですね、確かにね、まあ、ふって感じじゃないですよね、息みたいなね、まあ、まあでも息は息ですよね。ベレの吐息です、おしゃれなこと言うじゃないですか。多分日本だとそういうかっちょいい名前つかないとかな。そういう言い方しないかもしれないですね。おしゃれですよ、うんうんうん、私浴びまくりました、吐息を。それはね、もうね、やばいよ、やばい、やばい。それはもうペレさんはね、女の神様ですから、ね、女の神様、もう結構嫉妬深かったりするからね、あの人はね、そう、好かれちゃうかもしれないですね、もう何やったらもう殺されちゃいますよ。すごい怖いこと言いました。木に変えられちゃう、木に変えられちゃったりとか、木に変えられちゃう、木に合ってる人いっぱいいるから。ペレの吐息を浴びてですか。ペレの吐息浴びて、ペレ吐息というか、ペレにのお眼鏡にかかっちゃった男のとか、それの対しての、だって奥さんとか彼女とかっていうのは、みんな気になったり花になったり。そうですね、結構そういうシーンはあるんですよ、ね、うん、あ、そうなんですね、まあ、あるんですよ、まあ、惚れられちゃった日はね、気をつけてくださいね、会社。そうです、でも大体私の人生惚れられないですけど。そうなんですか、じゃあその辺心配なし。大丈夫です、はい、誰も心配もしてなかった。浴びる浴びる言ってました。浴びてましたもんね、結構ね、だいぶ、ね、はい、やばいやばいって言ってますもんね。やばかったですね。雨だったじゃないですか。あそこね、河口のとこ行った時は天気でしたけど、そうですよね、だから多分水が溜まってたと思うので、それでやっぱりあれだけの水蒸気が出た。じゃあやっぱり我々ギフトをいただいてますね。本当そうですよね、ペレさんからのギフトや。そうですね、いや、そうだね、昨日はすっごい高い山、名前何でしたっけ、マウナケ、マウナケに行って、それでサンセットですよね、日が落ちるところと、あと星空を見たんですけど、その時もすごい天気が良かったんですよ。ただそれはね、一緒にツアー行ってる方がよくハワイに行く方と話したら、なかなかあんだけ綺麗には撮れないよって言われてましたし、今日もみんなでそのね、河口湖に行く時にもちゃんとその降ってた雨が止んでありました。そうそう、それまでずっと雨降ってましたから、ね、ずっと降ってましたもんね。ちょっとね、本当に心配でしたよね。かなりの雨でしたね。かなりの雨、途中のね、車の中では。
だってあの河口のお祈りしたところの周りは結構雲でしたもんね。あそこのところだけパコッて 青空見えてましたもんね。あれはちょっと神がかってましたね、うん、いやそうなんですね、うん、長くこうやられてる方たちがそういうのですよね。本当本当そうですね。雨の時雨ですよ、やっぱり。ね、あんな風にあそこは当たり前ですけど、雨の時雨ってちょっと今のはどうでしょう。そのまんまですからね。晴れの時は晴れてるし、雨の時は雨ですわ。どこ行ってもすいません、それ突っ込むとこですよね。確かに、だいたい私も言いながらどうかなと思いました。だいたい突っ込まないんですよ。だってね、私たち今こうね、お二人がホテルまでね運んでくれて、もうお疲れなわけですよ。お二人もずっと運転してて、ちょっと似てるわ二人。ヒロさんは今日車運転して、あここねずっとあのペレの、あペレじゃないや、マウントクックじゃない、キャプテンクック、キャプテンクックの白い日があるじゃないですか、はい、あそこのトレイルの話をしてくださって ね、なあの下りがずっと下りなんですと、はい、で上りがずっと上りなんですえそれそうですよね、そらそれをさっき突っ込んだばっかなんですね。それは車の中でね、はいはいはい、同じこと言いやがらもうやっぱり何十年一緒にいるとね、寄っちゃうんですかね。寄っていってってますね、だんだんね。いやでもゲストには突っ込まないから安心してくださいって言われてたんですけど、ね、そうですから、それを言いたかったんですよ。それでずっと運転していろいろ教えてくれてですよ、やっとこそホテルみんな無事に届けてくれてありがとうございましたが、私たちは急にですよ、取るから取りましょうよって言って、ね、本当急に言って交通事故みたいなもんですよね、まあ、言ってしまえば、それでわざわざこうして時間を割いて来ていただいているゲストの方に、もし雨と言ってもですね、普通 MC としたら、ね、なるほどねと、そうそうそう、流すのが普通かですよ。いやいや、突っ込んでいただいて、あの私も途中でちょっとと思ったんですけど、いやなんかだいぶちょっと名前、西の方ですか。西の方、西の人と喋ってた西になってくる。西ですよね。西関西ってことですか。もっと西です、ね、もっともっと西、どの辺の西ですか。それ言わせます。いやいや、それどこかなと思って、ちょっと西 の、あの関空に近い岸和田ですね、関空に近い岸和田、はい、めちゃくちゃ西の人ですやん。そうなんです、もう、まあ、大阪オブ大阪いう感じ、ね、大阪オブ大阪、なるべくならちょっとね、あんまり言いたくないんですけど、もうお祭りとかもうだんじりとか、そういうのがある、はい、あそういうのがある、素敵なとこです、すごい、もう皆さんよく知ってらっしゃる、はい、有名人もいますよね。有名人、その人、まあ、その人の話は置いといて、嫌なんですかそれ、ね、言われるといて、いやでも小村さん、そんなこんな言ってる間にもうね、ラジオの方は放送時間もギリギリいっぱいですから、あかんちゃんとしたこと言うてへんねだから私がちゃんと今日言ったところの話からね、うまいことこうまとめに行こうと思ってるのに、そういうちっちゃいところを雨や長いや下りや言うから、そうするとこうやってもう時間がなくなっちゃう。ほんまやじゃない、何年やってるんですか、ちょっとまとめて、もう終わらないといけないわけですから、ラジオの方たちはもうこれでね、あっという間ですけども、おしまいなんですが、だからハワイに皆さん旅行にもし行こうとなったら、クラブワールドを通じて、ヒロさんと直美さんじゃないですか、ともみさんです、直美さんはうちの奥さん、そうなんです、雰囲気が似てるんですよ、なんとなく似てますよね、なんかね、あの私も初めてお会いした時から初めてお会いした感じがしないんですよ、直美さん、あ、まだなんかやるちょっと待って、今やったかと思ったそうです、今けたと思みんなドキッとしましたねまさかこの先輩にもう一回行くのかっていう、もう一回飛ばせてくるかさすが関西の、あれ、なんだ、どういうふうに言ったらいいんでしたっけ初めてお会いした時から初めてお会いしたような感じがして、はい、いけてます、いけてます、いけてますよね、僕すぐ肯定しましたよね、そうですよね、大丈夫ですよね、大丈夫です、今ギリギリのとこを戻っていきました、かすっていきました大丈夫ですよ、大丈夫です、ヒロさんが今呆然と銃を撃つ普段からこういうわけじゃないですよね、ちょっとなんだこの言い回しみたいな、いやいや普段からちょっとそんな感じです、そんな感じですね、そんな感じですか、直美さんは、なおみさんですか、なおみさんもそんな感じです、ね、なんか本当に似てる感じが、似てる感じがするんですけど、なおみさんに連絡しておきます、うん、そうですよね、なのでハワイに行かれる方、はい、行きたいと思う方は、はい、クラブワールドから、はい、このお二人のところを繋いでいただいてね、はい、ぜひ、はい、お待ちしてます、はい、ということで今回本当に急遽も急遽でしたけれども、はい、わざわざまたね出ていただいて本当にありがとうございます、ありがとうございます、私、宇宙一と大村慎吾と、それからヒロさんと
ともみさんに来ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと YouTube を、はいはい、残りね、ここまででラジオは終わり、今のラジオでは YouTube はこれからももうちょっと続きますけど、お二人とももうハワイとビッグアイランドに住まれて20数年、23年目ぐらい経つわけじゃないですか。人生の中の結構な割合をビッグアイランドで住まれてますよね。多分ね、一番長いかもしれない。そこまでこう惹かれる理由って何ですか。居心地の良さ、あと人の良さもありますね。人の良さ、昔のいい時代の日本みたいな感じがあります。なるほど。こう、なんだろう、こう、たくさん煮物を作ったから食べるとか、はいはい、今日本じゃないじゃないですか。日本ないですよね。ね、もう田舎だったらもあるかもしれないですけど、うん、でもそういったことが、こう、日常茶飯事に、うん、あるみたいなのは、なんか懐かしい時の日本を、なんかこう、居心地、その居心地の良さですよね、だからね。うん、今日お二人の、お住まいはゲストハウスもされていて、コナの、うん、そのなん山のこう中腹あたりで太平洋が目の前にバーンと広がっているあそこですよね。あそこって、その近所の家の感覚って近いんですか。いや、あれぐらいの敷地が結構、うちの家でね、だいたい3000坪ぐらいなんですよ。全然坪もあるんですか。でもね、あの辺の敷地の人たちの中では、一番小さいんですよ。あ、そうなんですか。3000坪。それ、隣の家に何か持っていくとかっていうのはあるんですか。うちの近所は比較的、まあ、白人の人で、なんかそういったことのやり取りとか、本来ならないんですけど、だけど、意外となんか白人白人してなくて、フルーツが あの辺うちが一番新参者なんですね。あとは皆さん何十年も住んでらっしゃる方で、木とかが大きくなってるんですよ、もう随分向こうの方たちが。だからフルーツがオレンジがなったんだけどって言って、玄関の前にフルーツが置いてくれてたりとか、食べきれないからどうぞぐらいな感じで、そういうのはね、やっぱりね、すごくあるんですよ、ね、そういうのあるんですか。で、そこの隣のもんやけどみたいな。そうなんです。手紙が挟んでるみたいな。名前が一応ね、書いてあって、書いてない時は多分あの人かなと思って連絡すると、ああ、そうなのよみたいな感じとか。そうなんですね。突然アボカド持ってきてくれたり、ね、アボカド持ってきてくれたり、そういうのがよく、まあよくっていうかね、まあ、ケースで焼いたから持ってきてくれたりとかね。だからね、だからやらないといけない、やらないといけないっていうか、お互いにこうね、自然とですね、自然とやってあげたいとかふうになってきますよね。私一個聞きたいんですけど、いいですか、お母さん。はい、これ23年前にお二人はその結婚してから来たんですか、こっちに。結婚してましたね。してました、ね、で、その前は、ヒロさん、お仕事はなんかこう旅行会社みたいな感じだったんですか。観光っていうか、旅行関係の仕事をしてました。してたんですね、うん、でも、それからこの一気にその、ね、ビッグアイランド、ハワイ島に二人でもう行こうってなったわけですが、いや、仕事でここ来たんです。あ、まずは、はい、あ、転勤で来たんですよ。あ、そうなんですね、うん、脱サラしたんですよ、途中で。ハワイ島の脱サラですね。ハワイ島の中で脱サラ。ハワイ脱サラ。はい、ハワイ脱サラ。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 じゃあ、原脱です。急に巨人の監督みたいになりましたけど、原脱です。原脱。原脱。あ、そうなんですか。いや、だからその決心というか、その選択ってすごい大きいじゃないですか。まあ、仕事を辞めてハワイに来るっていうのよりはもうすでに何年か住んでいたので、そこのジャンプはやっぱりちょっとハードルは高くはないですよね。そうですね、もうすでにいるから、ね、うん、で一番最初じゃあそのハワイ島行けってなった時には気持ちとしてはやったーだったのか。いや、最初はあんまりそのハワイはあんまり知らなかったので、はい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 、ハワイっていうとなんかショッピングとか、まあ そうですね、そんなイメージだったので、うん、ハワイか、この前がグアムだったので、うん、まあ、同じようなところだなと思って、うん、もうあっちこっち、まあ、行ってたわけですね、はい、事例で飛ばされてたので。なるほどなるほど。でも島の規模が全然違いますよ、全然違いますよ、グアムも一緒やったの。一緒だったんです、はい、いや、元、シャナリアンかなんか
全然違うんですよ。掘りますね、そこだいぶ。私今この微妙にジリ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 言ったら社内恋愛って言葉出しましたね。社内恋愛じゃないんですけど、ね、学生からの付き合いなんですけど。長いですね。だからもうそろそろいいでしょ。あ、なるほどね。あと3時間ぐらい我慢して、ここは何とか頑張って頑張りました、あのそうグアムに行った時も島で、またハワイで島じゃないですか、はいはいはい、ちょっとまた島かと思いましたけど、島言って出た、どんどん行ってください、ね、なるほどね、しましましてるね。何ですか、しましまして。この人来ないとか言ってたんですよ、最初は。ハワイ通りですか。ハワイに、はい、まあ、なんかゴムにいること、選択肢が、ね、他にもあったんですよ、カナダとかオーストラリアとか、はいはいはい、だから会社にはね、そっちの方を押してくれって言ってたんですけど、でもハワイってなっちゃったので、また島と思ったんですけど、でも全然、あのグアムの方には申し訳ないんですけど、ハワイとグアムは全然違いましたね。違いますよね。ね、それはもう違いますよね。もう私、ハワイに来たことがなかったので、オアフ一回も来たことなかったので。しかもオアフじゃなくてハワイ島。そう、だからハワイ島ってあるの、島っていうのが大勢だったんですよ。すね、島があること知らない。ご存知の方も多いと思いますけど、オアフ島とハワイ島っても全然違います、ね。空気感から違うし、全然違う、ね。交通量も違うし。そうですね。やっぱりちょっと違いますね、まあ、他の島全部が違いますけど、4島とも違いますよね。違いますよね。そうなんですね、うん、でもあのそのナビゲートしていただいてる間に、うん、その13個世界にその気候というのがある中 の、 その11個がこのハワイ島の中でまあ体験できるというかね、うんうん、それが存在してるということだけでもものすごく魅力的じゃないですか。何の北極と南極ぐらいですね。そうですね、そうですよね、うん、それ以外は全部だからこう車で走ってもらっていても本当に夏みたいなところがあったら、うん、冬みたいにちょっと寒いところがあったり、うん、海と山とね、うん、すごい面白いし、面白いしますよ、ここ、ね、うん、今、雪は降ってないですけどね、うん、雪降っててもちゃんと海でも泳げますし ね、うん、ね、なんかそれを当日にできるっていうのは、いや、もう絶対だから皆さん、そのね、オアフ島行く方も多いと思いますけど、うん、一回こっち寄ってハワイ島も、うん、ぜひね、うん、今直行便が1日2本出ておりますので、さすが社長、日本航空とハワイアン社長になります。急に社長の顔になりますね。日本航空の社長でもなんでもないからそしたらもうちょっと扱い変わってきますよね。日本航空の社長さんがすごいですよ。いやすごいですよ。すごいですよ。いやでも本当にね、あの楽しく、あの、はい、特に私はね、トメさんも乗ってましたけど、はい、あのずっとナビゲートしていただいて、はい、あっという間の一日を、そうですそうです、もう本当に全部案内していただいた後はお疲れなのに、こうしてわざわざ残っていただいて、いや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 、ね、本当にお腹も空いてらっしゃると思うので、いやいや、もうありがたいことです。それであの富永さん、今まではね、そのタマリアットのあんまり知らなかったということで、また1回目から聞いてみるって言ってました、ね、はい、ぜひぜひ1回目からあのチャンネル登録もしていただいて、あ、そうですね、 YouTube 登録できるんですか。登録してください。あの G メールで、はい、G メールをアカウント持ってって YouTube に入っていくと、それでアカウントが、ま、自動的に作れるみたいな感じなので、はいはいはい、それでいいねって作れ、いいねっていうのが押せたりとか、はい、チャンネル登録ができますので、じゃあそれをいいねはできないんですか、それを登録しない、今は多分できないと思います。あ、できないんですか。それを登録していただくと、大村さんが YouTube アップするたんびにお知らせが、したよね、なるほど、だから、だからあのヒロさんもヒロさんで、はい、だからこれで2つ、うん、そうですね、はい、でついでにあのちょっと番組とは違いますけど、シンゴチャンネルも、お一人でやられてる、それは一人ですね。基本的にでもね、こう一人でブツ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 ね、そちらも合わせて見ていただくと、今回のこのハワイ旅行のいろんな、また細かいところも見れると思います、ね、本当ですね、はい、ぜひ皆さんそちらも見ていただきたいと思います、はい、ということで長々と本当にお付き合いいただきありがとうございました、ありがとうございました、YouTube の方また来週でございます。それでは皆さん、さよなら。僕の同級生見てる。小学校、中学校、鎌倉だったんだよ。おお、ほんまに、うん、これを鎌倉 FM に出るべくして、そうなんです、触れなかったです、触れなかった、鎌倉 FM の中では触れなかったですけど。あ、そうなん、そこに出る、聞こえるんですかね。聞こえますよ、聞こえますよ、そこの方たち聞こえます、鎌倉 FM、 聞こえます、あ、そっか、聞こえます、うん、あ、そっか、もういいですか、終わって、あ、もちろん。それでは、さよなら、さよなら。